主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ史、技術史、交通史各国の交通史日本の交通史街道、日光脇王館日光脇王館は、江戸時代に、八王子から日光まで、また、河野巣の追い分けまで、中仙道と街道を、同じくし、ここで分岐し袋村、行田、上信号、利根川を、川又の渡しで越え、縦林、佐野、栃木、今市と経て、 日光街道に合流する王冠に指定された街道である。またの名は日光浦街道。沿道では日光道などと呼ばれていたが、日光街道と区別するために八王子街道、千人道新街道、日光日の番街道、縦林道などとも呼ばれたが、沿道に残る遺構などでは日光街道とされているものが多いようである。 その名の通り、八王子千人同心の日光金板への移動のために整備された街道である。遺跡としては、埼玉県日高市から鶴ヶ島市にかけての国道407号は、日光街道杉並木という名称で杉並木が残るほか、東京都西多摩郡水穂町の大梅街道との交点に、旧日光街道交差点、東京都福生市の玉川上水にかけられた橋には、 日光橋など現在でも名称が残っている。また、坂戸市には、日光街道の石踏みが建てられている。なお、助の塾より先は、日光霊平市街道、二歴塾より先は、三部通りと共通となる。拝島宿、箱根ヶ崎宿、日本儀宿、大町や宿、クロス宿、根岸宿、高萩宿、坂戸宿、大阪宿、松山宿、吹上宿、押宿、川又宿。 立林宿、天領宿、戸田宿、栃木宿、合戦場宿、金崎宿、二礼義宿、鹿沼宿、ふばさみ宿、今市宿。ありがとうございます。